ないのの曲はアンドレが舞台の上で歌った曲、私オスカルやらせていただいたんで、この歌はステージは歌わなかった、ステージでは。でもなぜかアンドレが歌う曲だけがいいの。オスカルはないんですよ。ごめんね、聞いてたらごめん。愛の巡礼とかあるねんけど、どうも好きやないのね。私は愛の巡礼みたいな歌なんですよ。ちょっとだけかな、あんまり好き違うんで、なんとかこのアンドレの歌歌いたい。だけどもやっぱりね、オスカルで歌わせていただいた好きな一曲、これがバラスベルサイユ。ややこしい、なんかしらバラバラベルベルバラバラバベルバラベルバラ言ってんの、もうわけわかんないんですよ。どの曲がどれやか私も頭こんがらがってんですけども、とってもいい曲ですから、次の一曲目はですね、アンドレが歌います。白バラなんですけども、実はこれ春名ゆりさんとか浅見玲さんが私の時アンドレやってくださったんですけど、この歌の前に必ずセリフが入るので、私もアンドレと違うんだけどセリフちょっと入れてみようかっていうことで、ね、どうかと言葉役ですよ。俺はとか言って、まあ、そんなに気ざりはしませんけど、でもアンドレの歌ばっかりでもっていうんで、やはりベルサイユ言ってもわからないでしょ、どんな曲か。白木バラ一つっていう曲ですけれども、最初からセリフが言わないかんから、今ちょっとそういう体勢を、音が始まったらすぐ言わない、忙しいんです、このセリフが。もう春菜さんアンドレお好きなんだけど、ああ坂で見てすぐ入るもんやから、もうよはよ物言わんなと思ってね、偉いな思て、音鳴り出してすぐ言わなあかんから、皆さん耳を澄ませて、白バラの使徒、そしてバラベルサイユ。オスカル、お前がいくらフェルゼに心を寄せたこと、フェルゼの心を引き戻すことはできないのだ。それなのにお前は、そんなお前は俺は笑えない。俺の気持ちもオスカル。朝風に揺れる僕らへ見せながら、凛々しい姿君は心の白バラ。
みんなお願い、体には気をつけてね。ずーっとずーっ
っとお付き合いください。よろしくお願いします。本当に今日は改めましてありがとうございます。
宝塚の歌ばっかりで終わりました。一曲どうしまったの？お好きかな。これちょっと宝塚とは関係ない曲ですけれども、やはりずっとバラできたから。それではお届けします。もう一曲、100万本のバラ。